ビール瓶のコルクを覆う、ミュズレル開封済みのミュズレと、キャップシャンパンのミュズレボードミュズレ、フランス語、マイジー、ルは、シャンパン、スパークリングワインやビールの瓶の口にかける、ハリキン製の線を押さえであり、加圧化の炭酸ガスを飽和させた、瓶内の中身が噴出されることを防止する。正式にはコルクを含めた、線全体のこと。名前は、フランス語のミュージュラー、口を封じるに由来する。 ミュズレの多くは金属キャップのデザインに飲料メーカーのロゴやマークなどが印字され通常金属箔にも覆われているミュズレの別名はシャンパンワイヤーまたはワイヤーフードである最初にシャンパンが製造された時は油布とローで封じられた木製のプラグが瓶内のスパークリングワインの加圧された状態を保っていたこの方法はストッパーの吹き込みや ワイン漏れの防止として不十分であったため、紐でコルクを止める抑制方法が開発された。アドルフ・ジャクソンは1844年に赤光線を使用したより安全な方法を発明したが、初期のミュズレは容易に設置できず、開封するのにやや不便であった。その後は強度が高まるようにひねられた光線と、加圧化のミュズレを容易に外せるように緩められる小さい。 ループ状の留め金という二つの改善点は現代のミュズレに至っている。従来はミュズレを開封するのに留め金を6回半回して緩める。ミュズレは現在大量生産によって製造される。現代の傾向としてはシャンパン生産者がミュズレ内の王冠に工夫を凝らしたデザインを施し、メゾンのエンブレム、またはメーカー名が表示され、生産者や 製造年により異なり、デザインのものからカラフルなものと様々である。こうして収集するように、水れをコレクションしている人がおり、専用のケースも売り出されている。ありがとうございます。